はい、どうも、おもてなし太郎です。今回はですね、こちら、HDMI、これですね、HDMI キャプチャーカード。ドリキャプですかね。多分かなり古い商品だと思うんですけど、ジャンクで買った PC ケースに、特に何も書いてなかったけど、これが付いてたんで、これが使えればね、お得かなと思うんですけど、なんか調べたらかなり古い商品で、もう多分販売してないですね、このドリキャプ。ただまあ普通に使えれば、ここに HDMI させば、普通にキャプチャできるという商品みたいで、今回ね、ちょっとこれを、使えるのかどうか。早速ね、パソコンに差し込んで、なんかやってみたいと思います。はい、というわけでこういう感じで PCI なんで、ここで言うと、まあ多分ここですかね。あそこの PCI にね、多分これをブスッと挿して、で、ここのネジを止めれば、まあパソコンにつける作業としてはこれだけですね。楽勝です。はい、取り付けた感じね、ちゃんとここに、こんな感じで、で、PCI ですね。で、取り付けました。で、これですね。こっち側を見ると、まあなんか汚いけどね。HDMI 端子ができましたということで、早速ドライバーのインストールとね、動作確認やってみたいと思います。ネットで今調べたところですね、このドリキャップのドライバーはですね、なんかこのモンスター X3 のドライバーを使うと、最新ドライバーを使うと調子が良くなるということで、これをちょっと入れて動作確認してみたいと思います。でドライバーが新しいのは12年のこの6月14日 OK 来ました。はい、このようにね、モンスター X3 を使用する準備ができましたということで、ドリキャプがモンスター X3 として認識されたということですね。あとついでにね、モンスター X3 として認識されたっていうことなんで、ちょっとこれのアプリケーションっていうのも、モンスター X3 用のこのアプリケーション、これもちょっと一応落としといてみようかなっていう。はい、というわけでね、とりあえず動作確認というか、HDMI の、入力を試すために、とりあえずこの Windows タブレットの HDMI を挿してみようかなと思います。では早速このドリキャプに、これを挿しますね。 HDMI 挿したとなると、はい、でこのようにね、見事出ましたね。画面がちゃんとキャプチャされました。まともに動きますね、こうやって Windows の画面。試しに YouTube っていうのかな。はい、試しにね、試しに僕の今 YouTube、これね、まあ、パソコンでこうブラウザをやっても分かりにくいけど、これ今ね、WinTab、この WinTab で表示しているのがミラーリングできているような感じですね。例えばこれとかやってみようか、新しい動画。でね、今音はこっからしか今繋いでないんで、このヘッドホンから鳴ってますけど、ちゃんとキャプチャーも音もずれないでちゃんとできてますね。はい、というわけでね、見事ね、この WinTab のこの HDMI をちゃんと綺麗にね、ほとんど遅延もない感じでキャプチャーできてますね。というわけで今回はこのジャンクでね、買った、これ見えなくなっちゃったけど、ドリキャプというね、年代物のね、キャプチャーボードをインストールと動作確認、見事ちゃんと使えましたね。あとやっぱモンスター X3 のドライバーを使うといいというのも、ネットの情報で見つけて、ドライバーもバッチリですね。というわけでしばらくね、これでちょっといろいろ遊んでみたいと思います。以上、おもてなし太郎でした。ありがとう。